お疲れ様でしたー。お疲れ様でーす。今日も久しぶり、ステージとホッピングでお願いしました。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。どうでしたか？今日は、まあ、ステージの背景、うん、後ろが窓ガラスで、うん、ガンガン後ろ映る、まあ、鏡みたいな感じの役割になってて、うん、まあ、私はあんまり関係ないんだけど、うん、まあ、師匠がちょっと後ろ映っちゃいけないマジックがあって、ではい、すげえ恥でやってた今日ね、2回目呼んでいただいたところだったんで、うん、ちょっと違うネタを入れようと思ってね、新しいネタ持ってったんですよ、うん、そしたらね、後ろがね、鏡ちゃんいけないネタだったんですよね、で、なんかね、はい、昼間に明るい時に会場を見たら、うんうん、あんま気にならなかったんですよ。そうでしたね。しかもね、あれ閉まるようになってて、本当は。そうなんだ。でもあんまり、まあ大丈夫かなと思ったら、やっぱ外が暗くなって、うん、こっち明るいと、すごい映る、うん。ですよね。まあ、でも別に、うん、問題はなかったかな。大丈夫でした、うん。ありがとうございます。本当に助かりました。やっぱり、でも後ろが鏡って、結構マジシャンあるあるですよね。うん、まあ、現場多いですね。なんかおしゃれなとこほど後ろが厄介というか、うん、そう、うん、あとね、おしゃれな人にはある、あるよね、うん、あとおしゃれな人ほど袖につけづらい服っていうね、うん、結構ね、腕が大変。そう、あ、今日ホッピングだったから、まあ、ホッピングでやってたんですかね。はい、やってました。あの、まあ、からくりさんとホッピングやるときは、うん、一緒に回るわけじゃないんで、うん、何やってるかっていうのはわからないから。ただ今日シエルさん、もう受けてましたね。ドッカンドッカン、うわーって、うん、何やってたんですか？マジック。でもなんかね、子供が最初結構多いところに行って、うん、ちょっと保育園の先生みたいなやつか、みんな連れて歩いて、可愛かったですよね、子供たちが、うん、やっぱりね、そういう子供たちがいるところってシエルさんが言ってくださると本当にね、安心です。ありがとうございます。またよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。